はいどうも、ヤトソフトの白夜です。今回も栄冠9プレイしていきたいと思います。はい、というわけで秋の県大会2回戦目やっていきたいと思います。岩佐できます。前回はほんまいい感じにやれたね。前回と変えるとこは特になしというわけでいきましょう。お待たせいたしました。一丸となってひたすら勝利を目指します。第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側長野、三塁側小諸。観客に見送られて守りに散りました。お城だよ。ご覧のスターティングオーダー、守備力の高いチームです。よし頑張ろう。頼むぜ岩さん。先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でバッターは早速使っていくスタイル。間違えました。第2球投げた、打ちました。うまい。スリーアウトチェンジ。長野と1点入った。長野リードで迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面でバッターは1年生岩佐。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れて、まあパワーヒーあるからね。東進的局でやっぱいいから。東で違うね。あ、しかしよ。あ、間違えた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 今のは今のはマジで間違えた。ミスった最悪だ。まあいいや、1点入ったし。第2球シュートはボール内角高め。いやもうねマジ小野はねとりあえずタンダー打ってくれるわ。追い込まれました。とりあえずタンダー打っとけ。第4球をランナー出てくれるわ。おい、バットが空を切りました。第9赤いがね打率があんま上がんないんだよね。第2球どうすりゃいい、ストライク。どうすりゃいいんだろう、わかんない。第3球を投げました。ボール。第4球は4球目から追い込んでから第5球。お？え？お？打球はそのまま伸びていく。ナイバー赤い。宇宙間スタンドに。いやホームラン入れてくるとは思わんかったな。あ、ナイバーチロンジェロです。はい、7回に点入っちゃったな。はい、というわけで、7-0 で勝ちました。いや、まさかないけど。いや、相手エラーして終わった。なんか見せ場くれよ。まあいいけど、赤井がホームラン打ったからな。はい、というわけでこんな感じです。 7-0 普通に勝っちゃいました。はい、地区大会進出ですね。はい、というわけで今回ここまでです。ありがとうございました。